パスワード付きのワードファイルをお持ちですか？こちらを開いてみましょう。そうすると、このようにパスワードの入力を求められます。正しく入力できなければ文章を開くことができません。パスワードを思い出せない。そんな時には、パスパブ for ワードを使いましょう。パスパブ for ワードを起動したら、まず追加ボタンを押して該当ファイルをインポートします。次に、パスワードの解析タイプを選択します。上から順に辞書式、そして類推式、そして最後に総当たり式というのがあります。今回は類推式を使ってパスワードを解析します。細かい設定を加えていきましょう。まずはパスワードの長さの範囲を決めます。次に、パスワードの構成に関する設定です。小文字、数字、大文字、そして記号の4つがあります。今回は小文字と大文字で絞り込んでいきます。まずは使われていそうな小文字以外をすべて消していきます。はい、終わりました。次に、この大文字でも同様の操作を行っていきましょう。はい、こちらも終わりました。前の画面に戻って、今度はパスワードの先頭の文字と最後の文字を指定します。このように2文字目以降も指定することが可能です。OK を押してメイン画面に戻ったら、開始ボタンをクリックします。パスワードの解析中です。待機時間は条件を絞り込んだ分短くなります。パスワードが表示されました。では、こちらのコピーを押して、先ほど開けなかったワードファイルのパスワード入力欄にペーストしましょう。ファイルを開くことに成功しました。